しょ。さあ2日目、2日目、ボンジーヤー、ボンジーヤー、ボンジーヤー、行ってきます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ボンジーヤー、 Thank you。 めっちゃ釣りしやすいです、今日の船。完全に来てるんだよ。これ赤いサビとってちょっと昨日とリールの入れ替えだったりラインの入れ替えやって、あと乗らなかったのを防ぐために針を大きくしたりとか、ちょっといろいろ調整したんで、今日はもうちょっと魚取れるかなと思います。作戦は、作戦ドラーナアロワナドラーです。いいわ、システマティックやな。もうすごい怖え、おわ、めっちゃ来た、やば。船が集まってきましたね。タップも来た。それ、ええ感じの釣れる動きの調子いいですね。調子いい、調子いい。あとは鉄の心臓だけ。鉄の心臓。タップとかなちゃんか。あれ？あ、かなさんか。うん、上流行ったもあれやな。ゆみこさん。うん、人が多いからやめたんですかね。かもしれんね。うん、昨日ダウザーにやられたエリア。うん、そうそうそう。合わさない、合わさない。フルフッキング禁止。フルフッキング禁止。鉄の心臓。巻き合わせ。巻き合わせ。やば、内側に入ってきた。誰かのルアーに出るはずですからね、うん、それまではちょっと動きたくない。ここで止まってみたいなことはあるよ、うん、ああパリパリ、デカスイッシャー。え？そうですね。みんなちょこちょこしようか。なにちょこちょこしてんだ。気合のあるやつ出てこい。これ取れたらみんながおかしいになるから面白いです、うん、みんな、え次の日からみんなスイッシャーだけど、おお移動だそう。一
OK。 できた。ここもイルカおる。見えた。はい、今プシューって全然変わったね。変わりましたね。昨日だってここワニばっかりだった。ワニはヘバリックワやもんな。はい、出ないですね。全然雰囲気変わってるな。うん、この辺あんまり出んかったよな。まあまあ昨日もそんなに調子がいいとこではなかったですよね。いや、違うな。畑さん。嘘、ここでやんの？もう、やめてよ、マジで。潰し合い。本当に。ほんま定番ポイントが決まったんだ。え？定番ポイントが決まったんだ。畑さんもじゃあ見切ったってことっすね。見切ったってこと。でも逆にいいですけどね。畑さんが釣れないんだったらいないんだってなるから。これは結構見切りタイミングはどうするか難しい。もしかしたら今日はドラーダー調子悪い可能性もありますよね。それはなんか早々にアロワナ行った方がいいような気もしますけど。いいと思うよ。今のうちに入っとくのもありですよね。早め早めに行こっかな。アロワナ。ノーバイトだし、ボイルも表層に出てないからもう全然昨日と違うんで、ちょっと時間かけるのやめました。本当はもうあと2時間ぐらいやりたかったんですけど、もう早めにラーゴに入ります。果たしてアロワナの釣りが私にハマるかどうか。どうですか？ダメ？あ、本当？え？マジっすか？そんなことある？はい。そんなことある？こっちなんだ。まさかの引っ張る感じ？あ。カレンジの引っ張る。行けるくらいか。帰りは俺はもう行かない頑張る。そうですね。押すか俺やもん。あ、でも大丈夫そうっす。軌道に乗れば大丈夫そう。前には押さない。そうですね。ピクピクやよ。うわ、入ってきた。誰？あの傘は出口さんが。本当？
多分あの真ん中の傘は。おいおい、ダブだけは赤い帽子だったっけ。いや、あー赤だったっけな、うん、あのスタイルは間違いない。マジかよ、演者で見るより出口さんで見た方が早い。おおおお、これを投げてみて、ピラニアやね。本命どこ、一瞬見えたけど、基本ヤバいやつが多いかもしれない。ああ、ピラニアだ、違う。ああ、ピーコック、コピー、コピーコ、コピー、うん、おう、ノンキーノンキーパつくなれ、つくなれ、おお、よいしょ、のんきかな、のんきかな、つくなれの、イエー、のんき、何か来た、なんだ、オッケー、おー、つくなれ、つくなれ、キーパー、キーパー、オッケー、よっしゃー、よっしゃー、ビッグビッグフィッシュ、やったー、あ、めっちゃいい魚、これ絶対キーパーありますね、よし、あれです、 OK? OK、 Thank you、 ありがとう、ドキドキするわ、この権利を、写真撮って、ふぅ、はあ、good. Thank you. 10ポイントです。10ポイントです。みんな苦戦してそうですね、今日。なんとなく。だから逆に言うと、俺らが2番線で来てるから、ああ。フレッシュなとこ入ったやつは多分昨日ぐらいテレテレやつは出てると思う。そうっす。そうですね、うん、グッドキャストやけどね、今のグッドキャストでしたね、アロワナっぽい出方が、いやー違った、くなれ、お、え、違う、なんだ、タラリーラ、タラリーラ、あお、初物おめでとう、初物だ、とてつもなく腹が重い、これは歯やばいっすね、イエーイ、タラリーラ、
危なめの魚。あ、アロワナ。どこ。ちょっとかなマイナス40ぐらい下げるの？マイナス50です。マイナス50下げる。あ。めっちゃカバー入っていくじゃん。シカとしてカバーに入っていくかな。オッケー、しゃ、オッケー、キーパーキーパー。バレやすいからな。はい。すごいな。アマゾンのこんなとこで。こっち初めてですか？え？こっち初めてですか？初めて初めて。あ、本当、うん。何艇かいる？奥。ああ、一艇います。あ、本当。何艇が？奥広いの出たら池みたいにやっぱなって。あ、広いです広いです。そうですか。体調はどうですか？よくない。よくない？最悪。さっきこっからこけてこっちに思いっきりぶっ倒れた。うえ、うん。本当っすか。これたち時間どうかな？マルコスさんと被りましたね。ここからはもうバスフィッシングです。オッケー、乗らないけど出た。いるね。完璧。ふう。フルキング完璧やぜ今の。シェイ、フーよっしゃ。マルコさん届いた。届いた。今のはない。
今のは映像映えしますね。ビッグ。ナイスフィッシュ。おお、70あるんじゃないのこれ。オンラインぐらいか。おお、70。Thank you。釣られてもうた。オブリガード。OK。うわな、ビュール。ビュール。OK。この調子ですね。ボイル打ち。アロワナのボイル打ち。ちっちゃいな。スモール。ノンキーパー。言うだけできましたね、お姉さん。はい。あれ、ノンキーパーないの。ノンキーノンキーパーアロワナか。アロワナです。一撃。一撃わ、やばやばいとこかかってる。わあ、オーケー。あぶねー、あぶねー。奇跡、ミラクル。オーケー。1インチオーバー。1インチオーバー、3センチオーバー。3センチオーバー。上手。えい、バゼル一撃。3桁です、とりあえず。とりあえずは300行きたい。いや、とりあえず昨日の並木さんは超えたいです。あと5匹。5匹。ちなみに1時24分、あんまり調子のとこ、ここからここは奥が深いです。ただこの方がペースがいいなら迷いますよね、ドラーダ行くか。この状況、その状況でドラーダは怖い気がするな。ですよね。こっちで今日は釣れるだけ、の方がいい気はする。徹底的にやる。ここ。
コアロアナ。コアロアナ。うわ。ナオキナオキナオキーパお、ワニ出てきた。うわ、危ない、やべ、どうしよう。やばい、デスロール食らいました。いや、自慢だけど私ワニにデスロール食ったの。あー、思ったより辛かった。しんどかった。なんかミスとかそういう問題じゃなかったですね、今日は。魚が出ん、魚が出ん、そうですよ。ねえ、ボイルすらなかったから。ついや、疲れた。こっちの趣味もちょっと変わった。そうですね、まあ2日目、まあでも魚種で言ったらマイナスを防いだっていう点では、まあ今日はいい釣りできたかなっていうところは、なんとかポジティブに捉えて、明日のナマズ、餌釣りはやっぱりね、町の釣りだと思うんで、まあ、焦らず、今日どんな結果であろうと明日焦らず一日我慢の釣りできたらいいかな。まあ、3日目、そうね、4日目、5日目をどうするかっていうのはまだ考えるにはちょっと早いかなっていう気はするんで、
ちょっと、ちょっと頭切り替えたいですね。お疲れ様でした。絶対に仕留める。お、当たった、当たった。これ、リオ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 、船長鬼やな。